こんにちは、多分風チャンネルのルーニョです。今日は、先ほど MV が公開になりました藤井風さんの燃えよについてお話ししていきたいなと思います。まず、この曲は一体どういう曲かというところからいきますと、2021年5月にですね、キラリという楽曲が配信シングルで、配信されまして、その曲は結構CM で使われたりだとか、あと結構ラジオで流れてたりだとか、いろんな方の耳に届く楽曲になったと思うんですけど、その次の配信シングルとなってます。で、このシングルは、9月4日に配信開始されました。燃えよですね。で、この燃えよなんですけど、藤井風さんが、行った藤井風フリーライブ2021 at 日産スタジアムにて初披露されました。 CD リリースっていうのはされてませんで、サブスクでのみ聴ける楽曲となってます。なので Spotify とか Apple Music とか LINE Music とかで聴ける楽曲となっています。で、この曲についての、インタビューとか特にあんまりなくて、藤井風さんのそのフリーライブの時に、今日新曲今からやりますっていう時に、ちょっと曲振りのところで歌詞の説明というか、この曲に対する思いっていうのを語られてたので、ちょっと抜粋してご紹介したいと思います。風さん曰くですね、この曲はダサいくらいまっすぐなストレートの曲となっている。無気力で落ち込んでいる時に、こんくらいまっすぐな力強い曲があってもいいんじゃないかということで作詞作曲されたようです。藤川さん自分のことをわしって言うんで、わしが必要としていた曲ですということに紹介があって、でその後にこう皆さん、僕らリスナーも必要としてくれると嬉しいですということで、そのフリーライブではこの紹介の後に演奏がありました。フリーライブの URL は概要欄に貼っておきますので、皆さん知ってるかと思うんですけども、そこでの演奏が見たい方はぜひ YouTube でまだチェックできますので、チェックしてみてください。フリーライブではピアノの弾き語りで歌われてます。今、藤井風さんは絶賛ツアー中なんですけども、私初日の横浜公演に行ってきまして、そのツアーではバンド編成でやってるので、バンド編成でとてもかっこいい仕上がりの曲になってました。今まではそのフリーライブの音源と、あとは Spotify で僕聴いてたんですけど、なんかその時はこうポップな曲だなって思ったんですけど、ツアーに行ってその曲を聴いた時はちょっとロックな、縦乗りな感じもあるなっていう風に思って、なんかかっこいいなっていう風に思いましたんで、ぜひツアー行く人は楽しみにしていてくれたらいいなと思います。でツアー行った方も感想なんか聞けたらいいなと思います。この曲ちょっと私なりに、考察をしてみようと思います。サビの歌詞がこんな感じです。こんな感じになってるんですけども、燃えよあの空に燃えよ、明日なんか来ると思わずに燃えよ、クールなふりもうええよ、強がりももうええよ、汗かいてもええよ、恥かいてもええよってことで、こういう風にサビがなってるんですけど、この燃えよっていう言葉で3つ意味があるんですよね。燃やす、燃えよ、燃えてしまえっていう、1つ目の意味と、もうええよっていう、クールなふりもいいよっていう、強がりもいいよっていう、もう大丈夫だよっていう意味のもうええよ。で、もう1つ最後に、汗かいてもいいよ、何々してもいいよ、何々してもいいよっていうことで3つ、意味があります。すごいなんか藤井風さんらしい言葉遊びだなっていう風に思ってます。個人的に一番好きな歌詞っていうのは2番の始まりのところで、簡単じゃないかもね、でも難しくはない、迷いながら探すの、それはみんな同じっていうところが個人的に好きなところです。なんかこう燃えよってこうまっすぐでストレートなんですけど、サビはとてもストレートで、もう何してもいいよ、ありのままでいいよって歌ってるんですけども、なんか2番の最初になった途端にちょっとなんかこう俯瞰で自分のことを見て、なんかこう簡単じゃないかのね、でも難しくないっていう、こうちょっと大人な一面が見れて、なんかこうこの曲の中でもいろいろ色付けされてるなっていう、こう熱いところもあるし、クールに見れてる ところもあるし、っていう風に面白い楽曲だなという風に、思ってます。この曲がフリーライブ当日ですね、キラリの後に演奏されました。で、さっき説明した曲振りで新曲やりますってことであって、
演奏が終わって、その次の曲がですね、ちょっと注目なんですけど、もうええわっていう曲なんですね。で、なんか、もうええよと、もうええわですごい音が似てるんですね。で、なんかこれは本当に個人的な考察になるんですけど、もうええわ、もうええわのアンサーソングじゃないのかなっていう風にちょっと思ってます。もうええわの方は、なんか、歌詞に出てくる主人公が諦めてる感じがするんですよね。もうええわがすごい印象的なフレーズなんですけど、諦めな感じの歌詞なんですけど、その曲に対してなんか萌えよではそこから吹っ切れて、こうありのままの自分で踏み出している主人公が僕の頭の中に浮かんでて、なんかこう実はもうええよは、萌えよはもうええわのあのアンサーソングなんじゃないかなっていうのは個人的に思ってます。なので日産スタジアムであったフリーライブでも、もう萌えよの後にもうええわが来てて、なんかその順番はあれなんですけど、なんかこう何かつながりのある曲たちなんだ、曲の2曲なんだろうなっていう風に思ってますっていう感じに考察をしましたので、で先ほどMV が公開されたってことで、皆さんぜひ一緒に楽しんで何回も何回も見ましょう。このチャンネルではこういった風に藤井風さんの話とか他にも好きな音楽の話してますので、ぜひ、気に入った方がいればこの動画に高評価の方よろしくお願いします。で引き続き見ていただける方はぜひチャンネル登録の方もしていただけると本当に動画作成の励みとなりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。